ブレティニー条約は1360年5月8日に起訴され、同年10月24日に批准されたイングランド王エドワード3世とフランス王ジャン2世の間の条約。条約は結果的には百年戦争の第一段階を終わらせ、ヨーロッパ大陸におけるイングランドの勢力が最大になった瞬間となった。条約はシャルトル近くのブレィニーで締結され、 1360年10月24日に、加齢条約として批准された。条約は、ジャンニセが1356年9月19日の、ポアティエの戦いで捕虜にされた4年後に締結された。その後、パリで起きたエティエン・ヌ・マルセルと同伴の間の争い、及びジャックジーの乱の勃発により、フランスの交渉における立場が、さらに弱いものとなった。 イングランドも前年のロンドン条約で主張した領土をできるだけ手放さなくて済むよう強硬な主張で通したため交渉は困難を極め4月の初めに開始した交渉は1 2ヶ月以上続いた。カレー条約の箱条約によりエドワード3世はギュエンヌ、ガスコーニュ、ポアトゥー、サントンジュ、オーニス、アジュネ、ペリゴール、リムーザン、ケルシー、ビゴール、 ガウレ博領アングーモは、ルエルグ、モントロイ・ユシュルメール、ポンティユー、カレー、サンガト、ハム、ギネ博領を獲得した。さらに、エドワード3世はこれらの土地の所有者として自由に行動することができ、フランス王に進化の礼を取る必要がない。また、イングランド王の有する当初において、フランス王の創始権から脱した。アキテーヌ皇の称号は破棄され、代わりに、 アキテーヌ教の称号を使用した。一方、エドワード3世は、トゥーレーヌ公領、アンジューハク領、メーヌを放棄、ブルターニュとフランドルへの総主権も放棄した。また、フランス王位への請求を取り下げた。ブレティニー条約の条項は、封建制における義務をできるだけ取り除くことで、紛争の目を積み、またイングランド側の目的としては、 アキテーヌを拡大する形で領地を集中しようとする狙いもある。イングランドはまたオルダニーに大宿タンス司教の権利を返還した。この権利はヘンリー三世時代の1228年に取り上げられたものだった。ジャン二世の身の代金は300万駅に設定され、そのうち100万を支払うとジャン二世が釈放されるも決められた。これにより、 フランスフランの金貨が初めて作られた。身の代金の支払いの保証として、ジャン2世は、息子のルイ1世、ダンジュートベリー公、ジャン1世、そして、フランスの主要な町19カ所からそれぞれ市民2人を、人質として預かった。条約は1360年10月24日に、レーで批准され、エドワード3世と息子のエドワードクロ、大使。 ジャン2世とドーファンヌ・シャルルがそれぞれ条約の履行を誓った。同時に、条約の条項それぞれにつけられた条件、及び条約が破られた場合には、領土の割譲も無効になることが確認された。その後、エドワード3世はイングランドへと戻った。人質がイングランドにいる間、ジャン2世はフランスに戻って、身の代金を集めようとした。しかし、1362年に、 ジャン二世の息子リー一世男獣が旅州地のイングランド領下霊から脱走してしまった。代わりの人質が逃げてしまったことに、ジャン二世は義務を感じ、イングランドに渡った。彼は捕虜のまま1364年に死去し、同伴のシャルルがシャルル5世としてフランス王に即位した。1369年、シャルル5世はエドワード3世が、 ブレキニー条約を破ったとして、イングランドに再び戦線復刻した。1377年にエドワード三世が死去するまでに、イングランド軍はフランス南西部のボルドー近くにまで押し込まれた。条約は紛争に終止符を打つことができず、百年戦争における9年間の休戦のみが成果となった。その後、フランス軍はイングランドとナバラ王国との戦い。 そしてブルターニュ公国における戦いに巻き込まれた。ありがとうございます。